養賢堂は仙台藩の藩校である。1736年に学問所として設置され、1772年から養賢堂と称されるようになった。近世の武士は軍事だけでなく政治の担い手でもあった。当初、武士の教育はそれぞれの家で行われていたが、太平の世が確立すると、軍事が統治の基本となり、また次第に複雑化する社会に対応するために、 行政処理能力に富む人材が求められるようになって、17世紀末以降に武士の教育機関が日本各地に設立されるようになった。仙台藩で反抗設立の動きが起こったのは18世紀前半である。この頃の仙台藩では、豪舎な自社の混流や自然災害の影響で財政が逼迫し、生活に困窮した武士や領民から人身が失われていた。 こうした状況の中で、1721年に、遠藤文七郎主審が古代藩主の伊達吉村に対して、犯行設立の意見書を提出した。遠藤の主張は、十分な教育を受けていない武士が、自分勝手に勤めているために、政治が不調で、民衆からの支持が得られていないというものだった。しかし、この意見は、受け入れられないばかりか、遠藤は実況処分となった。 遠藤は1728年に学問は政教の第一根本であるとして、再び意見書を提出したが、これも却下された。1735年には、仙台藩の儒学者足の東山がかなり具体的な学問書設立案を作成して権限したが、これも入れられなかった。しかし、この上申から約半月後に、儒学者の高橋多昌枝が、 犯行の設立を権限すると、これが採用されることになった。東山と多摩井は共に学問書の必要性を認識していたが、両者の間には学問書のあり方について意見の相違があり、このために同時期にそれぞれが個別に意見を愚信したのだろうとされる。多摩井の学問書案は、武家屋敷一件を学問書として、そこに70人から80人の聴衆を入れるという、 比較的規模の小さなものだった。また、玉祭は、霊法と休日を重視していた。こうして、1736年、城下の北三番町細横町西南角にあった、武家の旧宅が修復されて、ここに犯行である学問所が置かれた。東山と玉祭は共に公爵及び読書指南役の一人となり、さらに玉祭は学問所主立となった。東山は後に、 身分の上下にこだわらない学問書の改革案を提示したことから、藩の重心から藩官を買うことになり、20年以上にわたって遊兵されることになる。この学問書では、公教、小学、四書五教などを教材とした素読が朝から行われ、その後に公釈が行われた。しかし、指南役同士の対立から結構がしばしば発生し、 また学問所が通学に不便な位置にあったために出席者は減少していった。さらに敷地が狭かったために玉祭が重視した礼法や休日の教授もできていなかった。こうした中で七大藩主の伊達十村が学問所の改革に乗り出した。1760年に学問所の学者が北一番町高等大通り東南角に移され、 さらに足軽まで半校への入学を許されるようになった。平民の入学は許されなかったが、平民には、貴塾や寺子屋での学習が奨励された。また、学問所で医学書の講釈が行われるようになり、範囲のみならず、長医師もこれを聞いた。1771年、茂村は、妖剣堂と自ら学に書き、これを学問所に与えた。これは学問所に、 賢人の要請を期待して行ったものとされる。この翌年の1772年から、この学問書が、要件堂と称されるようになった。1780年になると、当時部行職にあった、柴田信則の資材によって、要件堂の学寮と書庫が増設され、書庫には数千冊の蔵書が収められた。しかし、茂村によって改革され、 加えて施設が充実した養賢堂だったが、それでもなお出席者の数は悪かった。17世紀後半には、林紙平が3度にわたって、養賢堂の学生改革の権限に及んだが、藩はこれを採用しなかった。紙幣は、養賢堂とは、名ばかりであると批判していた。この後18世紀に入ると、学徒御用となった大月平泉が、藩主の命を受けて、 学生改革に乗り出した。平泉の改革で、まず1811年に、神殿開発校一万2 0国の学多が作られ、この収入が、養剣堂の運営費となった。その後、養剣堂周辺の敷地が召し上げられ、養剣堂の敷地となり、行道などの施設が拡充していった。行道は1816年から建設され、1817年に完成した。 同じく1817年には、医学校独自の学者が完成した。施設の整備はこの後も続けて行われ、学校の居宅や学校役人の詰め所、馬場や文庫、米蔵県創術書、講師を祀る霊廟などが作られた。学校御用として就任した、平泉浜もなく正式に学校となった。平泉が学校を務めていた頃の養賢堂では、 学科の増設が何度か行われた。1811年に諸学、三法、霊方の三学科が増設された。当時、三術は長人や百姓が用いる癒しい技とみなされており、この三法学科の設置は珍しい例であるとされる。翌1812年には、閉学、僧術、剣術の学科が加わった。平泉の次の学徒、大月秀才の時代になると、 妖剣道は、漢学、国学、書学、三法、霊方、閉学、蘭学、洋学、剣術、創術、柔術、楽の十二学科を持つに至った。妖剣道の規則では、文部領導が学習の基本方針とされていたが、学生の希望によっては一科専修も認められていた。入学は8歳以上が対象だった。 所属試験には17歳までに合格せねばならないとされ、3回の不合格で対抗する決まりがあった。幕末の頃には、通学生と寄宿生合わせて1日約1000人が、養剣道で学んでいたという。養剣道を転用した宮城県庁舎。白色の門はこの時代に新しく作られたものである。百八十一年当時の様子。戦争の際には、は、 政府軍の宿舎となった。そのため、教育機関としての機能は北一番町に移った。1869年に、妖剣堂は元の場所へ戻り、地学局と解消したが、さらに後に名称が妖剣堂へと再び戻った。廃藩置県によって仙台県が成立すると、妖剣堂の建物は仙台県庁舎となり、 教育機関としての妖剣堂はその中の修辞書を仮学校とした。1872年に学生が制定されると、教育機関としての妖剣堂は廃止され、仙台には2校の管理中学校が設置された。妖剣堂の建物はその後も残っていたが、第二次世界大戦中の仙台空襲の際に消失した。妖剣堂は豊富な蔵書を備えていた。 1835年時の調査によると、この時の要件堂には17,183冊の書物があった。明治維新の戦乱の中で、これらの書物の多くは失われたが、残ったものは宮城書籍館に寄贈された。第二次大戦中には、愛子と芋沢の野を変え、書籍の疎開が決定し、特に貴重とされた和算書などが選定されていた。しかし、 選定された書籍の9割は仙台空襲まで搬出に間に合わず、助かったのは約1800冊にとどまった。残った本は終戦後は宮城書籍館の更新である宮城県図書館に要剣道文庫として所蔵されている。要剣道の正門、大神院の三門として現存している。要剣道唯一の遺構として正門が 仙台市若林区南加地町の大神院に残っている。この正門は1817年に陽剣堂の行動とともに竣工したとも、それ以前に完成していたとも言われる。正門の作りは一軒一個の四つ足門、屋根は霧妻造り、三瓦吹きであり、また、伊達家の家門、三陰領と供養を排した漆喰塗りの胸や、 細部の装飾などで重厚な外観となっているのが特徴である。母親戦争後の1869年に一両二分で払い下げられた正門は大神院の三門になった。廃藩地検により仙台県が誕生すると仙台県庁は仙台城内に設置されたが間もなく仙台城が兵部省管轄となり東北鎮台がここに移転してくることになったため、 仙台県庁は、妖県道に移転した。この時、妖県道正門跡に、新しい洋風の門が設置された。妖県道の建物は、仙台空襲で消失したため、被災しなかった大神院三門は、妖県道の遺構として現存する唯一のものである。八百七十一年の仙台医学館廃止の、翌八百七十二年、仙台範囲学校出身者が南町に、 私立仙台協立社病院を開設した。これが改装、解消を繰り返して、医学教育部門が1912年に、東北帝国大学医学専門部として放設された。これが現在、東北大学医学部となっている。他方、病院部門は現在、東北大学病院となっている。なお、妖検堂の設置から、東北帝国大学医科大学の設置に至る。 家庭において、数字の廃止及び、断続期間を挟んでいるほか、医学警部局は、東北帝国大学設立後に放設されたという、経緯があるため、東北大学は、同大の創立年月日を、要件堂の設置年月日ではなく、東北帝国大学の設置の直例が交付された1907年6月22日としている。1873年要件堂内南側に、 宮城教育大学の前身となる、官立宮城市藩学校が設置された。また1874年を同じ予見道内に、付属小学校が設置された。官立市藩学校は、明治政府の財政悪化により1878年に廃止されたが、同年公立宮城市藩学校は、廃止されたばかりの官立市藩学校の校舎に移転した。1891年3月、 公立宮城市藩学校と付属小学校は、陽県道外東側に新築移転した。陽県道内に設置された旧管立市藩学校は、その後、宮城県人場中学校仙台文校の初代校舎となり、旧管立市藩学校の付属小学校校舎は、それまでは旧管立市藩学校校堂に設置されていた宮城書籍館が利用することになった。 1871年、仙台医学館後に、英語専門学校として、かの都筆時間が設置された。これが改組改装を繰り返して、東下学校となり、1892年4月1日に、宮城県人常駐学校となって、現在の宮城県仙台第一高等学校に、つながっている。仙台一校が、妖県道と関わりがあったという記録はないが、 妖剣堂は仙台一校の心の原点として親しまれている。1890年4月東二番町に私立日進学者が設立されたが、私立日進学者は1896年度から県に移管され、宮城県人城中学校仙台文校となった。宮城県人城中学校仙台文校は、妖剣堂内に設置されていた旧管立宮城市藩学校の校舎を利用した。 直接のつながりはないが、仙台市立上杉山中学校の校歌の歌詞に、妖賢道の跡近くとある。ありがとうございます。